歳の早乙女優です。よろしくお願いします。私は一つのことに区切りがついたので、これからも頑張っていくということで、今日はスマイレージさんの立ち上がるを歌います。聴いてください。皆さん遊びに来てください。それでは以上、早乙女優愛でした。